9月の7日金曜日我らが地元関西にも気になるニュースは山ほどあるで関西おもろさあ少しずつ涼しくなってまいりましたがはい、はい、食欲の秋もじんわり近づいてきました。えー、ということでこんなイベントに是非皆様にお越しいただきたいということでんでございましょう ありますでしょ。いわゆる地ビールってやつ。ですかそうでございます。あのちっちゃい醸造所が、自分らの味だけを、オリジナルでこう作って、どうですかみたいなそうそう。地元の良さが出るっていうね。ねクラフトビール。はい。はい、このクラフトビールの作り手と、あとビールが大好きな皆さんが出会って。一緒に味わいながら、そのビールの美味しさを満喫しませんか<あ>っていうイベントです。いいですね。地ビールはどうしてもですね、地元とか、あの特産っぽいのは、それは強みなんですけど。はい、流通がね。そうなんですよ。なかなか。 なかとこ、地元行くのやつ飲めなかったりするでしょう。そね、札幌だけりんさんのようにはいかんということですから。うん、出会える場がいるといいですね。ねそうそう。うん、しかもですね、飲む場所が最高でございます。 場所は中之島なんですけど中之島にバラ園があるでしょう。ええ、バラ園を越えたところが一体芝生になってるの皆さんご存知でしょうか中芝ですかそうや中芝って言うんですかいや今買ってみました <laughs> 天芝ってあるしなと思って確かに、はい、言っていこう中芝芝生でクラフトビールの美味しさをぜひ味わってください、えー、クラフトビアピクニックイン中之島公園<ー>というイベントが間もなく開催でございますこれね実は今年で5回目なんですけど 関西はじめ全国の地ビールが楽しめるイベントで、全国の十六のブルワリ、まあ、醸造所ですよね。はいはい、からいろんなビールがそれぞれ五十万持ってこられて、およそ百種類を一挙に楽しめるというイベントでございます。で、私、あの、何回か、あのお邪魔してるんですけど、何がいいって、まず水辺です。 やっぱりね、気持ちいい。なるほど、なるほど。中島にいる利点ですよね。そうそうそう、芝生でしょ、ね、こうシート持ってきて、寝っ転がりながら。みんなでビールが楽しめるよろしいな、うだうだ、いや、なんかだらだらしながら。そうそうそう、なんて、うとうともしながら。いいですね、いいですね。で、横にステージがありまして、そこでは常に音楽が。 生演奏だそれをステージの前に行って「はい、イうって言いながら飲むのもいいし、うん、ちょっと離れたところでゴロゴロってしながら飲むのもいいしっていういい、ね、そういうイベント。 最後でございますねいいで,すねでビールだけじゃなくて、うん、もちろん食べ物もたくさんありまして宇都宮餃子とか裏難波のホルモン店登竜門さんのホルモン来ますね。ホルモンありますでしょでピッツァ来ますね。ピいいですねもちろんソーセージホットドッグたこ焼きといったものもあるし笹山ハムとか厚切りベーコンとかもとにかくとにかくビールに合うものがですね,ねたくさん出ます。<laughs> あのフェイスブックこのイベントのフェイスブック見たらね、うん、うまそうなホットドッグの写真これああでしょホットドッグなんでこんなビールに合うのって改めて思いますたソーセージも結構ね美味しいの作ってるなだ結構ねこだわりのお店選んでますのでああそうですか <laughs> いいですビールとホットドッグいいですね,ねもう一ついいのはそれぞれのブルーバリーから作り手さんが来て注いでくれますので、はい、いろんな話が楽しめるあーーこれはこんな思いで実は開発して作ったんですよそうなんですねいただき きますう結構ビールはね飲む方も日本でもビールはもう歴史長いですから。はい なかなかツがいますからね。そうですね。も最近ではクラフトビールこういっぱい飲み比べしてる人もいるでしょうから。そうなんですよ。なかなかうるさそうですよ。ね。はい。さあ現場では皆様生ビールでお飲みいただくんですが、今日はですねそのうちのいくつかちょっと瓶ビールをいただきましたので、バカさんに飲んでもらちょっと待ってくださいよ。はいはい。現在時刻はえっと金曜日ウィークデーの午前9時29分という中、おっとええ音がこれ。いける口ですか。来たこれ。泡がこぼれる。これどちらの。 黒っぽいですよこれこちらはですね山梨富士桜高原さんのですねラオホという富士山の天然水を使用した本格ドイツビールでございます富士山のドイツビールそうなんですあのね桜のチップをね燻製にしたね爆芽を使ってビールですってどう あのすみませんあの停電でね大変なってはる人本当今切れてると思うんですけど本当申し訳ないです朝からちょっと味見だけね味見だけでもね皆さんこれね聞いていただいたら飲めるんで来てほしいんですあのね程よい苦味ね富士富士程よい苦味もう一杯いっとくあーいいですねこれこれはねえっとスタッフの皆さんバーバラには飲むとすぐ顔に出ますからさっき言ってますどうしたんですかバーバラさん真っ赤っかですよ顔ってあと岩にスノーブロンシュ 伊丹小西酒造のクラフトビールでございます小西酒造さんのビールですかそうでございますこれはね世界のビール品評会で3年連続金賞を受賞しましたあ、小西酒造さんのビールはちょっとお上品あ、本当ですかへー、ね、ハーブのコリアンダーとオレンジピールが入ってます<ー>もう一本だけいとこうかこれはねスタートミノーですよこれ地元地元お,お、黒黒いねミノーめっちゃ黒い これ wbc ワールドビアカップで金賞を取ったクラウドビールでございます。どう、あ、これなんかね、コーヒーっぽい。あ、本当ですか。ええ<の>、進めといて飲んだことないねんけど。みの。はあ、やるね、みの。ちょっと舐めてみて。いいですか。あ,あ、これね、今。はあ。と、とても今適当に開けていただいたんですけど。うん、三種三様。これ、こんなに味違うのって思うぐらい。地元の味っていうか。 下がりますよ、ね、これね ぜひともあの行ってて飲み比べしていいたただきたいですね、うん、いいす同じビールでも製法によってこないに違うかというのが楽しめるんじゃないかと思いますねあと作り手のそれぞれの思いも聞きながら、ね、ぜひ飲んでください、はいえー「クラフトビアピクニックイン中之島公園中之島公園の芝生エリア地下鉄や京阪の淀屋橋北浜降りていただいてもうバラ園分かると思うんですが突っ切っていただきますとあの芝生広場ございます」「いつかと申しますと9月151617土日 月、えー、午前11時から午後8時30分一応雨天結構ですあの間ちょっと屋根あるとこもあるのでね雨天結構ですが気象警報が出た場合は中止になりますご了承ください前日にイベントのフェイスブックで告知があります、えー、クラフトビアピクニックで検索すれば見つかります、うん、カタカナのままでいけましたカタカナでいきますね、はいえー、会場への入場無料ですビールはねこれ1杯500円チケット制で100円券から買うことができますフード類は300円からなんですがいいです私の おすすめはビールの4種類の飲み比べができるテイスティングセット、うん、これ4杯で1000円ですああのねこれぜひ試した方がいいですよ、うん、いろいろ本当にそれぞれ個性ありますね楽しいです、ねうん、楽しいですねで、会場にはですねイベントステージがあってまあ、音楽ライブとかアコースティックのギターの演奏とかでね、大道芸も来るのでお子さん連れてきてください大丈夫です あのう、ビールだけじゃなくて、ジュースもありますので、お子さんも楽しめると思います。なるほどはい、ボールとか持ってきて、シェバフで遊んでください。ああ、いいですね。ねで、三日間、いろんなパフォーマンス楽しめるんですが、私、南香おは。十七日月曜日、このステージで司会を。 させていただきます営業かましますねあらやだすいませんみさんオフィスキーワードはこの何ですかこの前やってた番組の台田のお姉さんは派遣するわ週末は週末でまたこの十七日ですか9月17日祝日にもかかわらず南香織は稼働させるわほんまに小婚たくましい会社ですねいいんですいいんですもう楽しませていただこうと思って司会もビール飲むイベントなんでわかりましたえっと南さんは十七日三日目の月曜日祝日のステージ 出られるということで、はい、でもイベントは151617、えーはい、15やってますやってますんでねぜひ,、えー、ぜひあの南さんの爆笑トークも楽しみにしていただきたいと思いますどうでしょう、えー、関西大物のコーナーでどうでしょう